皆さんこんにちは。ヘッドホンとイヤホンには次のタイプがあります。ヘッドホンはヘッドバンドを頭に乗せて使うタイプです。このタイプにはオープン、セミオープン、密閉があります。イヤホンは耳につけて使うタイプです。耳の穴に差し込むタイプをカナル型、耳たぶにはめるタイプをインナーイヤーと言います。インナーイヤーにはオープンとセミオープンがあります。インナーイヤーのオープン型はシャカシャカいう音漏れが社会問題になりました。たくさん種類がありますが、この中にはいい音が期待できないタイプがあります。今回はヘッドホンとイヤホンの選び方について原理から解説していきます。オープン型は表と裏が開放になっています。イヤーパッドには通気性があります。特性はこんな感じになります。オープン型には共振周波数 F0 があって、そこから上の周波数特性が平坦になります。 F0 から下は音圧が落ちていきますので、 F0 が低音の再生限界です。この原理はスピーカーと同じです。 F0 から下の低音が出ないと言っても、スピーカーと違って耳元で鳴らしますから、そこそこ低音が聞こえます。低音を出すためにはドライバーの口径が大きいほど有利ですが、今度は高音が出なくなります。この問題を補うために共鳴を利用することがあります。これは後で詳しくご説明します。密閉型ではハウジングが密閉に近い構造になっています。イヤーパッドも密閉です。この場合こんな特性になります。 0Hz から F0 までが平坦になって、そこから上が減衰しますので、 F0 は広域の再生限界です。オープン型とは正反対の特性になることにご注意ください。この F0 は 100Hz 付近です。つまり密閉型ヘッドホンは原理的に中広域が出ません。そのためこもった音になります。低音再生は得意で、0Hz から再生できます。0Hz が再生できる原理は、筒の両端に膜を張って、一方を押すと、反対側が飛び出したままになるのと同じです。空気漏れがあると、こんな風に下がった特性になります。実際の商品は、出ないはずの中高音が聞こえます。なぜでしょう？いくつかの例を見ていきます。この商品ではダイヤフラムの手前に穴を開けたプロテクターが見えます。この穴が高音を出すための共鳴器になっています。このようなプロテクターは大口径のオープン型にも見られます。この共鳴器の原理はバスレフと同じです。共鳴器によって特性に山が追加されます。共鳴だけでは高音が足りないので、もう一つ細工があります。白い通気性のある素材が貼ってあります。この下には穴があります。これは後ろ側に出た低音を前に回り込ませて、低音をキャンセルする仕組みです。白い素材で抵抗を作って、キャンセルの度合いを調節しています。
するとこんな感じになります。密閉型はこのように出すぎる低音を適当にキャンセルして出ない高音を共鳴で補っています。このタイプのメリットは遮音性に優れていることです。モニターに使われていますが干渉に適した音質は期待できません。ここに穴を開けて後ろの空気を逃がすとこんな風に低音が盛り上がります。重低音を売りにしたヘッドホンは大抵この形になっています。密閉型は F0 が広域の再生限界でした。カナル型も同じですが小さなダイヤフラムを使うので F0 が高くなって中域まで平坦になります。この F0 は 2kHz 前後です。 F0 から上は出ませんからヘッドホンと同じように共鳴で補います。共鳴は他にもあります。耳に差し込むと耳の中で共鳴を起こしてこんな特性になります。共鳴が目立ちすぎないようにここに抵抗材を置いて調節します。この抵抗で高音の出方が変わります。それとイヤホンを耳に押し込むと空気で鼓膜が圧迫されますので空気抜きの穴が必要です。穴を開けると密閉度が下がって低音の再生限界に影響します。このようにカナル型は密閉型と同じように出ない高音を共鳴で補いますが F0 が高いおかげで中域までフラットに再生できます。共鳴をうまく調節することでそこそこの音質が期待できます。セミオープンというのは密閉とオープンの中間で動作するものを言います。見た目はオープンに似ています。密閉型と同じように抵抗材があってハウジングやイヤーパッドに適度な通気性があります。特性はこんな感じになっています。F0 を中心に低音と高音の両方がなだらかに減衰します。イヤーパッドの内側の密閉度が低いとオープンに近くなって、気密が高いと密閉に近くなっていきます。これまでオープン型と密閉型を分けてご説明しましたが、市販品はこの間のどこかで動作するようにできています。セミオープンとして売られている RKG-K240 は密閉に近いセミオープンです。ゼンハイザーの HD650 はこのあたりです。現物を見てみましょう。このパッドはスカスカではありません。空気が出入りするのに少し抵抗を持たせてあります。ドライバーのサイズは 40mm です。大きすぎると高音が出ませんが、このサイズなら出ますから、共鳴で高音を補う必要がありません。ドライバーの周りに通気口があって、抵抗材が貼ってあります。これで低音の量を調節しています。密閉に近い RKG240 のイヤーパッドには通気性がありません。
ドライバーのサイズはゼンハイザーと同じ40ミリです。白い膜は抵抗材です。セミオープンの特徴は低音と高音がバランスよく出ることです。共鳴に頼らずに高音が出ますから過渡応答に優れています。セミオープンは最もいい音質が期待できる方式です。ドライバーというのは音を出す部品のことです。主なものに次があります。ダイナミック型はスピーカーと同じ構造です。いろんな口径のものが作られていますが、大きければ良いというものではありません。これは後でご説明します。静電型は薄い膜を直接駆動します。分割振動が起きないので綺麗な音が出ます。駆動には専用のアンプが必要です。 BA 型は四角い鉄板を振動させて音を出す構造です。非常に小型にできる特徴があります。1個だと性能が出ないので2個以上組み合わせることが多くなっています。音質を優先すると静電型になりますが、実用的にはダイナミック型が一番いいと思います。 BA 型のメリットは小型にできることだけでしょう。これまで調査した結果から導き出した答えは次の通りです。オープンやセミオープンの口径は大きいほど有利ですが、大きすぎると高音が出なくなります。その限界のサイズは40ミリです。口径40ミリはオープンだと低音が不足しますが、セミオープンなら大丈夫です。40ミリのセミオープンはヘッドホンの最適解の一つです。カナル型のような密閉型は小さいほど有利ですが、小さすぎると振幅が取れなくなって低音が出なくなります。この問題が起きない最小のサイズが6ミリ付近のようです。それと6ミリのドライバーを使うと本体をこのようなパイプ型にできます。口径が大きいと音道が途中で拡大縮小することになります。パイプ型はドライバーから出た音をスムースに耳につなげることができます。このような構造は音質に有利です。6ミリというサイズはカナル型の最適解の一つです。以上の結果をまとめると次の通りです。ヘッドホンでいい音を聞きたいと思ったらセミオープンを候補に入れてください。口径40ミリのセミオープンはヘッドホンの最適解の一つです。イヤホンは小型のカナル型がおすすめです。6ミリくらいのドライバーを使ったパイプ型が音質に有利です。セミオープンはヘッドホンの最適解の一つという話でしたが、セミオープンなのに密閉に近いものやオープン型といって売られている場合があります。セミオープンの見分け方は次の通りです。セミオープンを探すときはこの3つをチェックしてください。イヤホンやヘッドホンを聞き比べできるショップがあります。取っ替え引き換え比べていると同じ商品の音が違って聞こえることがあります。例えば低音がよく出る商品を聞いた後は他の機種で高音が目立って聞こえると思います。最初に違和感を感じた商品もしばらく聞いているとだんだんバランスのいい音に聞こえてきます。これは脳内補正が原因のようです。例えば低音が過剰に出る商品を長時間聞いていると低音の感じ方が鈍くなります。このような脳内補正は休むことで回避できます。イヤホンやヘッドホンを聞き比べるときは取っ換え引っ換え比べるのではなくて休んで耳をリセットしながら聞くといいでしょう。イヤホンを買って音を聞いてみたら違和感を感じる場合があります。この場合それがその商品の音であって鳴らし込んだら変わるということはありません。エイジングがあるのはエッジやダンパーの硬さが軽時変化する
ダイナミックスピーカーだけです。ヘッドホンの場合はイヤーパッドの潰れで音が変化します。この場合密着が良くなって低音が増える方向です。それ以外で音が変わるケースのほとんどは脳内補正による耳の慣れです。例えば毎日同じイヤホンで音を聞いていると最初に感じていた違和感が次第に薄れていきます。ヘッドホンやイヤホンの音はたくさんの要素のバランスで決まります。ちゃんとした音作りをしようと思ったら試作とテストを繰り返す必要がありますが、市販品の多くはそこまで開発に手間をかけていないようです。市場にはたくさんの商品がありますが、音のいい商品はほんの一握りです。いくつ買っても納得いく商品が見つからない場合は、長く作られている商品や昔からある定番に目を向けてみるのも一つの方法です。ご視聴ありがとうございました。